ちは、アップバンクの江岳です。本日ご紹介するのはこのロボット R2D2 くんです。こいつキーボードなんですよ。スターウォーズの世界では冒険する人たちのオペレーターとして活躍する R2D2 なんですけども、今度はあなたをオペレートしてくれます。今はそっぽを向いてるんですけど、これをこっちに向けると R2D2 が喋り出すので、よく聞いててくださいね。こんな感じで喋ってくれます。で、今明かりがシャッと出てるの分かりますか？これを机の上に置いてみます。 R2D2 がキーボードを映し出してます。分かりますかね？R2D2 の前に手を入れるともちろん消えちゃうキーボードです。光るキーボードです。で、 iPhone とか iPad と Bluetooth 連携してキーボードが出るんですけど、これを打つために喋ります。いきます。こんな感じ。すごい光ってるキーボードを打って正しく入力されてるっていうのもびっくりですけど、その時に R2D2 が喋るっていうのもすごく面白いキーボードです。やっぱり光る、この赤外線がここから、キーボードとしてるのはこっちで、ここから赤外線が出てて、赤外線をどこを反射してるかなっていうのをチェックして、キーの入力状況っていうのをチェックしてるんですね。なのであまり速いタイピングは認識してくれません。だいたいこんな感じ、これぐらい、これぐらいであれば全然問題なく認識してくれます。で、それ以外にも日本語入力切り替えのショートカットキーや、この今 R2D2 が喋っているボリュームの切り替えだとか、このキーボードの感度の切り替えっていったショートカットキーもあります。で、この R2D2 はバッテリーで動いているので、付属のマイクロ USB で R2D2 を充電してみてください。この R2D2 キーボードを使わないとき、オフにするときもすごく喋るので、最後はその R2D2 が喋る声とともにお話し、気になった方は概要欄をチェックしてみてください。それでは R2D2 さようなら。アップバンクムービーをご覧の皆様、こんにちは、メガトです。アップバンクムービーではスマホが楽しくなるグッズやアクセサリーを紹介しています。特に私はスキャナーやタッチペンなどマニアックなグッズを紹介しております。こんな紹介動画を見たい方はチャンネル登録よろしくお願いします。